絵画骨董買取プロ秀華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、こちらの本は、フランスの20世紀の版画家たちという本ですね。こちらに、時代的には一番古い作家としては紹介、これ年代順に紹介されているんですけれども、ルノワール、そして一番最後が、はい、こちらベルナール・ビュッフェですね。こちら私も大好きな創造の鐘という作品です。はいはい、その間には、多くの作家が登場します。はい、ピカソや、これはシャガールですね、マルク・シャガール。はい、スゴンザックですね、こちらはゆとり色、ブラック、はい、ピカソですね、ここにピカソが出てきます。はい、ピカソのこちら貧しき食事ですね。ありとあらゆるこちら名版画が紹介されて、まあ、版画賞のバイブルとも言われている本です。ぜひ版画作品ですね、絵画骨董買取プロ秀華堂までお写真をお送りください。はい、まずはお値段を知りたいということでも結構です。そして、こういった時期ですので、除菌グッズしっかり携えて、マスク、そして手袋持参で参ります。はい、LINE 査定、こちら QR コードですね、ご活用ください。絵画骨董買取プロでした。